広島大瀬良3回目の右肘手術。広島大瀬良を第一投手が10月末にも右肘のクリーニング手術をすることが分かった。来季を見据え決断、年明けにも投球を再開できる見込みでシーズンに大きな影響はない。ゴロゴロやん、3回目は多すぎて草、肘が壊れるくらい腕がしなってるってことやな。奥側も体勢もやった方がええで、壊れてるやらほんまは。年齢的にももう無理、際どいな。なんか大瀬良って年々痩せてね。Y の肘でよければ使ってくれや。なんかタフな印象あったが肘ボロだったのね。ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。